2021年オータムウィンター島のオンラインフィッシングショー、はい、ワールドクランクってことで、これもね、日本だけじゃなくてアメリカもね、国内外で、まあ、テストにテストを重ねて、発売になったんですけど、まあ、今回は、新色追加になります。ナチュラルなカラーリングの、灯輪、まあ、光の角度でうっすらとこう鱗模様が浮き出てくるような灯輪カラーで、もう一つはね、こう相反するカラーでこうすごく派手な氷輪フロリダ。カラーに関しては、まあ、好みもあるんだけど、基本的な使い分けとしては、クリアになればなるほどこういったナチュラル系のカラーは、まあ、強いですよと。で、雨の後とか、まあ、本来、まあ、通常から濁っているような場所で、こういった派手なものの方が、カラーとしてバスに興味を持たせれる、支えますよっていうことで使い分けていただければと思うんですけど、このねワールドクランクにも、フラッシュブーストと、ジェットブーストでさらにスケールブースト、ふんだんに搭載します。僕がねこのワールドクランクまず一番こう気持ちいいなっていうところはやっぱり飛距離、このジェットブースト搭載によって、ものすごくロングキャスト可能です。まあ、くるくる回ってったりせずもうバキューンと飛んでくんで、まあ、おかっぱりでもボートでもねすごく気持ちよく使えるなと。でさらにこのフラッシュブースト搭載してるんですけど、まあ、フラッシュブーストをこのクランクベイトに搭載してメリットじゃあ何よってなった時に、この巻いて物に当たるで止めた時にこのワールドクランク浮力がねすごく遅い、まあ、浮力がこう低いっていうのかな。で物に当たってすぐ浮いてっちゃうものじゃなくて、物に当たって浮き上がりがこうちょっと遅い時にフラッシュブーストの速い動き、ルアー自体はちょっと遅く浮き上がるものに対して中のフラッシュブーストは速く動いてるっていう、この違った動きにバスが弱い。だから結構テストの時から超過として出てバイトが得れてたのは、石に当たった時に止める、木に当たった時に止める、でゆっくり浮いていく時にドンみたいなバイトがすごく多かったのが結構特徴で、ただ巻きしてもこう重すぎない適度なブルブル感、タイトでもないしワイドでもない、すごくちょうどいい巻き心地感、気持ちのいい巻き心地感ができて、で魚はそれでも十分釣れるんだけど、でもこのワールドクランクで試してもらいたいのは物に当てる、でちょっとゆっくり浮いていくときにズドンと入ることが結構多いんで、まあ、そういった使い分けをしてもらえたら面白いんじゃないかなと思います。ぜひいろんなフィールドで投げてもらえればいいかなと思います。島のインストラクターの黒田健司です。今年ですね、発売にすでになっている、ワールドクランクにも、灯輪カラーっていうね、まあ、透ける鱗のカラーが、追加になります。当然ねこのワールドクランクもフラッシュブースト、ジェットブーストって呼ばれるね、まあ、旧 ARC 重心移動システムですねとスケールブースト、今言ってたね強輪だったりだとか灯輪だったりっていうね、全てが、搭載されてるんですけど、まあ、なかなかクランクメイトでこのフラッシュブーストって効果的なのって思った方多いと思いますし、正直ですね僕も思いました。巻き続けるイメージが強いクランクメイトなんで、いや果たしてこの機能って効果あるのかな、いるのかなって思ってたんですけど、やっぱりクランクベイトって巻き続けるっていうこともあるんですけど、僕らで言ったらリザーバーに行った時立ち木だったりだとかレイダウンの先に通してきて、あこのまま行ったら絶対に引っかかるなっていう時ってやっぱり無意識にね浮かせてるんですよ。あとは有名なね、まあ、使い方でいくと、まあ、ビッグレイクで、ウィードの上を引っ張ってきて、当然ウィードって高さが全く一緒じゃないから高いものもあれば低いところもある。でそうなった時にだいぶね背の高いビードなんかに引っかかるとスタックしちゃう、あこのまま行ったらもうモダルマンになっちゃうなっていうことって多分ね皆さん経験としてあると思うんですよね。そうなった時ってもうね釣りが上手い人だったらね誰でも無意識にやってる浮かせるっていう行動がねやっぱものすごく実は釣りの中に、あって、で巻き始めてズドってきたとか巻き始めてゴンってきた、あれ根がかりかって思ったらそれがビッグバスだったっていうことってね皆さんあると思うんですね。でその時にやっぱりクランクベイトって巻き続けるって思ってたんですけど、あ意外と止めてることって少なくないなって、僕自身このワールドクランク、まあ、
プロトタイプの頃から使っていて、撮影なんかでも使っていてね、あ、見返したら、あ、止めて釣ってるわっていうことで実はねあって、まあ、そういった時にね、やっぱこのフラッシュブーストって効果的になってると思います。まあ、潜航レンジ自体はね3メーターぐらい潜るので、当然3メーターより浅いところでボトムノックさせるっていう方法もあるし、まあ、3メーターより深いレンジもしくは3メーターで魚に対してね、このフラッシュブーストを使って、浮き上がらせてきてバイトをさせるっていうこともできるんですけど、まあ、レンジ問わずフィールド問わず、まあ、使うことができて意外と巻き続けるイメージの多い、クランクベイトですけど、特にこういったね水深が入るタイプの、クランクベイトっていうのは何かに当たってそれ以上巻いたら多分根掛かりしちゃう、スタックしちゃうよっていうのをね、上手い人であればあるほど、経験値が多い人であればあるほど、今までの、ね、経験の中で知ってると思うんで、その無意識に止めているもしくは、抜いているっていうような僕はねよく表現をするんですけど、巻きを抜いている瞬間なんかにバイトトリガーになってくれて、興味を示した魚が次の一巻きでバイトしてくれるなんてこともね多いので、ぜひぜひねワールドクランク、まあ、今年初めて、ハイシーズンを迎えるルアーなので、まだ見たことないバスたくさんいると思うんで、皆さんも使ってみてください。